ミドーマルチフォートスーパーオートマチック1950年代製自動巻き。ミドーのマルチフォートです。マルチフォートはミドーを代表するコレクション、ロレックスのバブルバッグと並び自動巻き腕時計の先駆けとなり、時計業界の発展に大きく貢献しました。耐震、防水、耐衝撃に強いことやデザイン性の高さから長年にわたって愛され続けているシリーズです。本品はスプリングを利用したバンパー式のハーフローターを搭載したモデルです。文字盤はツートンカラー、全数字と夜光ハンドの組み合わせ、中山張りの雰囲気の良い風貌です。 SS ケースは小ぶりなラウンド型、裏蓋は気密性、防水性に優れたスクリューバッグです。現行品とは一味違ったアンティークの魅力が詰まった通好みの一品です。ミドー、スイスの老舗ブランドミドー、時計職人ジョージ・シャレンによって1918年に誕生しました。自社製クロノグラフの製造など一貫して機械式時計の名品を作り続けてきた知る人ぞ知る実力派時計メーカーです。操作方法、右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。古いハーフローターは巻き上げ効率が弱いので、巻き上げが不足していたり腕の運動量が少ないときは途中で止まることもありえます。装着前にリューズを手巻きで巻き上げてパワーリザーブしてからご使用いただくことをお勧めします。リューズを引いて回すと時刻調整ができます。ハック、秒針停止機能はありません。サイズ、ラグ幅は16ミリ、ケース径は約28mm、リューズ含む縦ラグからラグまで約 35mm、 厚さ約 11mm、 風防含むです。この時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。